我が家のごくまにひじきの作り方です。ひじきはたっぷりの水で戻しておきます。水に大豆はざるにあけて軽く水で洗い水気を切っておきます。人参は細い千切りにします。鶏の皮は半解凍の状態でキッチンバサミで細切りにします。鶏の皮は完全に解凍してしまうと切りにくいので半解凍の状態で切ると楽です。油揚げは今回刻んであるものを使用しましたが、普通の油揚げを使用する場合は1センチ幅に切ってください。ボウルに入れ熱湯をかけてしばらく放置しておきます。フライパンにごま油大さじ1と鶏の皮を入れて中火で炒めます。鶏の皮から油が出てカリッとしてきたら、ひじきと大豆を入れて全体に油が回るように炒めます。ひじきに油が回ったら、人参を加えて混ぜながら炒めます。油抜きしていた油揚げをざるにあけておきます。酒 100cc を加えます。油揚げが触れるくらいに冷めたら絞ってから加えます。
混ぜながら炒めて全体に混ざったら、かつおだし、顆粒大さじ1、砂糖大さじ2、みりん大さじ1、醤油大さじ4、水 200cc を入れて煮込みます。しばらく煮込んで煮汁が半分になったら、火を止めて一度完全に冷まします。冷ますことで味がよく染み込みます。再度中火で加熱して煮汁が少し残る程度まで煮ます。完全に煮切ってしまうと大豆に火が通りすぎてシワシワになるので、少し煮汁は残してください。完成です。鶏肉料理を作るときに皮が不要なときがありますが、捨てずにラップして冷凍しておいてください。にひじきに加えるとチー油のコクが出ておいしくなります。油とひじきは相性が良いので、ぜひお試しください。ご視聴ありがとうございました。